これちょっと急に今日の朝ですね、コメント欄に新しく、ウクレレポンポコリン様でしたって、今ちょっと別の部屋で、タブレット系のものがないので、ちょっと確認できないって、ウクレレポンポコリン様にコメントいただきまして、その動画がですね、昨年の12月ぐらいにアップした宇多田ヒカルさんのオートマティックに、コメントいただいてて、本当ありがとうございます。それで私の声質のに合ってるんじゃないかっていうことで、原田真嗣さんの、キャンディーのリクエストをいただいてて、キャンディーはもうずっとやろうと思ってたんですけど、一番かっこいいところですよね。寒い心、その優しい手で包んで。ね、ここをちょっとアカペラで歌いたかったので、ちょっと歌わせていただきます。本当はなんでアカペラで歌いたかったっていうと、ここすっごい難しいんです、コードが。これね。でも、ここの中の、F マイナーメジャーセブンはちょっととてもそれを押してたら全て歌のことに頭がいかないので、ここは意外とこう見えて指が確か1本しか使わないし、ウクレレの A メジャーセブンは何も弾かないっていう、でもじゃ何も弾かないっていうのはかえって落とし穴で、逆にどっか押しちゃったりするので、それも怖いっちゃ怖いんですよね。うん。で、ここはいいんですけど、この Am6 ってのがあんまり出てこないんで、ごまかしちゃおうかなと思ったんですけど、やっぱりこれを Am6 弾かないと、この Am6 ってこれか。これがなんか結構重要なやつ。何も弾かないとこういうなんかちょっと抜けた感じになるんですけど、なんかちょっと不協和音だけど、やっぱり押した方がいいし、その次に F メジャーセブンでここに5弦に飛ぶので、5フレットに飛ぶので、ここに1回押してた方が Am6 を押さえてた方が逆にここに移動しやすい。うん。で、その次の F マイナーメジャーセブンはちょっととても難しいので、確かこう F マイナーメジャーセブンってこうかな、こんな感じなので、ちょっとここは申し訳ないんですけど F マイナーにさせていただいたということで、うん。で E フラットメジャーセブンはまあ結構聖子ちゃんの歌で E フラットメジャーセブンって出てくるんで、これはちょっと頑張りましたっていうことで。で、いろんなコードサイトがあって、で、これ一番なんかスッキリしたコードサイト、コードスケッチってとこかな。で、最後、これが普通に、チャラララララ、チャララララって終わるのを全部 A マイナーで、さっぱり A マイナーで終わらせてるでしょ。これ、それはどうだろうと思って、で、別のサイトを見て、U フレットだったかな。U フレットか別の楽器ミーかどっかのところが、G シャープオーギュメントで A マイナーと G チャ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 なんだけど、最後が B ディミニッシュなんですよ。チャララランチャンっていうので終わるので、チャララランだから B ディミニッシュって、まあ、ギターだったらちゃんとした音が出るんですけど、どうしてもそのなんか最後チャラっていうのが違くねと思って、でいろいろ試行錯誤して C メジャーセブンじゃないかと思ったんですけど、抑えられてたでしょうかね。でもなんかチャララランチャンって音は合ってたような気がする。もう最後ね、もう飛んじゃってた。結構これやり直してて、歌はまあまあ歌えたんですけど、やっぱりそのコードが抑えられなくて、今日初めて印刷したから。うん。それで自分で最後ちょっとかっこよくしようとしちゃったから、もう最後のここはもう必死。うん。
そんな感じなんですけど、でもキャンディーはいい歌ですね。この前タイムトラベルやって、タイムトラベルも良かったんですけど、なんだろうな、みんなが知ってるやっぱり原田真二さんといえばっていうとやっぱりこっちになるのかな。うん。で、私の声出しやすいのもこっちかな。うん。タイムトラベルは多分コードがキャンディーのここみたいにそんなに難しいのがなかったからやりたかったんで、で、まあ原田真二さんもともと曲好きだったんですけど、でも一番最初の取っかかりは、松田聖子さんの、聖子4048をやった時に、その時私、聖子ちゃんが原田真二さんに作ってもらってることをすっかり忘れてて、そしたらこう曲を探してる時に、パイナップルアイランドっていうのが出てきて、で、割と知ってるようで知らなかったけど、すぐ覚えられたっていうのがあったので、うん。そんで原田真二さんやろうと思ってて、タイムトラベルやって、次何かなと思って、ティーンズブルースは確か、ティーンズブルースは確か転調するんだったかなと思って。で、シャドーボクサーがいまいちちゃんと覚えてない、だったので、キャンディーやるしかないと、いつかはやろうと思ってたら、ほんと背中を押していただいて、ありがとうございました。はい。というわけで、今日の、1曲目ですよね。1曲目は、原田真二さんのキャンディーでした。で、昨日も曲なんとかアップできて、浅川真紀さんと、長渕剛さんアップできてよかったです。今日もしかしたらもう1曲アップできるかもしれないので頑張ります。それではどうもありがとうございます。